ソルターゲートは、イングランドダービーシャー州チェスターフィールドにある、多目的スタジアム。チェスターフィールド FC のホームスタジアムとなっていた。シェフィールドユナイテッド FC、リザーブチームもまたこのスタジアムを使用していた。収容人数は8504人。2010から2011シーズンから、B2 ネットスタジアムへとホームスタジアムを移転している。ザメインスタンド。 1936年オープンのメインスタンドで建設費は14000ポンド。一層構造。クロスストリートテラス側にアウェー席の一部が設置されている。コンプトンストリートバックスタンド。一層構造。スポンサーボードとスタンドの間に観客用通路がある。ザコップコップテラス2000人収容のホーム。ガワゴール裏スタンド。一層構造の立ち見席。 ザクロスストリートエンドアウェー側ゴール裏スタンド。一層構造の立ち見せき。一位試合観客数不明のため22試合で参出。ありがとうございます。